みさん、こんにちは。こんにちは。今日なんですけど、はい、まあ、J リーグも2023年シーズンが終わりまして、まあ、統括だったりこれからについていろいろ福西さんに聞いていきたいと思うんですけど、まず全体を通してですね、うん、どんなシーズンでしたか。一つがね、抜け出したチームがなかった。これ神戸抜けるんじゃないかって言って結局最終的にも勝ち点失ったりとか、まあ、マリノスも含めてですけど、追いかけるチームも勝ち点を失いながらもなんか団子状態で優勝争いがもつれていったなっていうのは思います。あとはね、最初のシーズンの初めと変わって神戸はねちょっとね優勝に向けていけたっていうことで、シーズン途中でどうやって変えていくかっていうのもなんか影響がすごいあったシーズンなのかなっていう感じはしました。今年から降格が1チーム、J1 ですね、うん、で J2 からの昇格が3チームっていうところで、まあ多分20チームに統一していくっていうところ、うん、はいはいはい、あれで変化があってるんですけど、うん、J2 から昇格したチーム、 FC 町田ゼルビア、ジュビロ磐田、東京ヴェルディ。残留争いが1チームっていうことで、残留しないようにしようっていうのが、まあ、最終節もそうだけど、やっぱり最後の踏ん張りとか勝ち点っていうことは、横浜市も勝ち点やっぱ取ったし、レイソルにしても湘南にしても巻き込まれながらも勝ち点を最後のは取ってるわけで、1チームにならないためにっていうせめぎ合いは、まあ、途中からね順位を意識した戦い方になってったなっていう、中長期的にじゃあこのチームをどうしていくかっていうことをやってきたことが積み重なって今回形になったよね。いろいろある中ででもやっぱこの1年がこう変化したチームも多々あったなっていうことは感じます。で J2 から上がるチームもね3チームあるっていうことで、やっぱ J2 の争いの方が争い的には面白い。うん、勝ち点も本当に周囲とかなんかめちゃくちゃ勝ち点が近かったし、もう入れ替わりは激しかったし、じゃあって言った時に町田がねやっぱりしっかりと戦い方も含めて抜きんでたんで、うん、まあ、J2 はじゃあ町田が段取っていきましたね。これも町田もやっぱお金を使って選手を集めてっていうのもそうだし、黒田監督がモチベーターとなってコーチがね戦術をしながら、こう役割分担っていうのをはっきりしながら、選手たちが戦い方っていうのを統一できてたっていうのはやっぱ大崩れしなかった要因だと思うんで、自動昇格の争い、磐田とかエスパとか東京ヴェルディもそう、で今度は昇格プレーオフの争いもそう、うん、あそこも結構もう最後に山形とか甲府とか日本こう千葉とか争うようになって、面白みはね最後まで続いたなっていうふうに。その中でジュビロ磐田と東京ヴェルディっていうところで福西さんにもゆかりのあるチームだったんですけど、ああ、率直な今のお気持ちというかチームに対してどういうエールとかも送ったりしますか。古巣はやっぱ気にもなるし、自分の思いがあるっていうことでは J1 で常に戦っていてほしい。それはねもちろん磐田が自動昇格を争う中で最後勝ち取った時は嬉しかったし、ヴェルディもまあ、最後劇的ではあるけれども、自分がねこう2008年シーズンに J2 に落ちたっていうところで、まあ、それで自分が引退したのもあるんで、思いっていうのはずっと持ってながらもやっぱ J1 に行けたっていうのは嬉しいし、今後じゃあやっぱりね J1 でいてほしいためにどうしていくかっていうのはやっぱ気になるし、こう期待したいなっていうのは今ね思います。 J1 と J2 ってやっぱり全然違うんですか。やっぱレベルはちょっと違うね。うん、やっぱ J2 と J3 ももちろん違うし、 J1 で戦うっていうことが1試合2試合っていうことはもしかしたらなんとかできるかもしれないけど、シーズン通してっていうことで言うとやっぱレベルが高い中で怪我人が出たり出場停止があったりとかっていうことは、選手をやっぱりある程度保有しとかなきゃいけない、うん、それには資金がいるし、うん、レベルの高い選手を集めなきゃいけないし、それはそれ相応のねやっぱ資金がいるわけで、うん、そうなると補強ができなかったとか、うん、怪我人がいきなり増えてしまったとか、まあ、予期せぬことはあるにしても相当レベルの違いっていうのは感じます。ファンの人の熱量も変わってきますもんね。かなりね、メディアもそうね、こう注目度っていうことではやっぱり全然違うし、やっぱ J1 でいるっていうトップレベルでいるっていうことはやっぱり非常にね大事かなと思います。ジュビロ磐田についてちょっと深掘っていきたいんですけど、うん、来シーズンどういうところに期待してるとかありますか。チームで戦うっていうことを考えたら2023年シーズンは補強ができないっていう中で、うん、いる選手をどうやって横内監督がマネージメントして結果を残すか、いろんなやりくりをしながら若い選手を使わざるを得ない、夏の過密日程とかその中で若い選手が育ったっていうのは非常に大きかった。だからこそ、ね、ベテランを休ませたりこう若い選手を出して結果をある程度出していったりっていう、こう選手層の厚さがシーズンを通してうまくいったっていうのは言えるんじゃないかなと
思います。だからね、やっぱり J1 に入った時には今度はもっと厳しい戦いの中で、うん、もっと若手が活躍するようにならなきゃいけないし、逆に言うと若手が引っ張らなきゃいけないっていう感じかな、うん、っていう風になるし、まあ、これからねチームの編成っていうのは変わっていくわけで、今度はねベテランの人たちっていうことをねどうしていくのかとか、うん、新しい選手をどうやって取るのか、もう今補強で外国人が取れるようになったから外国人にどういう当たりをつけていくのかと、まあ、フォワードで言うとね後藤圭介が高校生ながら試合に出てでも移籍してしまうとなった時に、じゃあ次来たフォワードは誰がいるのか、いろいろね横内監督がこのシーズンで J2 で積み重ねてきたものを補強していく、 J1 仕様にしていくっていうのが課題であり楽しみであるところですね。やっぱり J1 になると補強しやすくなるんですね。チームとして J1 にいるんで、選手もやはり J1 では戦いたいわけ。トップレベルのリーグで戦いたいし、うん、J1 の岩田ですっていうのか、J2 の岩田ですっていうんだったら、やっぱ J1 の方っていうのは選手は選ぶわけだから、うん、そういうところでも J1 に上がったその利点ではあるけれども、ね、そういう評価にしたりとか、環境にしたりっていうことを、選手をこれ何だろう納得させられるかどうかっていうのはあるかなと思います。来シーズンから3チーム降格、3チーム昇格みたいなところにはなってくると思うんですけど、やっぱそのプレッシャーは J1 だとより一層ありますよね。これはかなり意識するところであるだろうと。でもやってみないと分かんないのがね、やっぱサッカーでありリーグなんで、うん、ある程度こういう風にしていきますっていうことがね、昇格の3チームは監督もね変わらないわけですし、うん、同じサッカーをしていく中で補強とか選手を変えていきながら、まあ、J1 仕様にしていかなきゃいけないっていうベースはある程度できているので、大きな崩れはないにしても、じゃあ J1 で戦ってみてうまくいけばいいけど、いかなかった時にどれだけこう急な補強ができるかとか、合わせられる戦術でいくかとかシステムでいくかとか、そういうところをまた柔軟にしなきゃいけないっていうのが、チームもそうだけど監督もそういう頭があるかっていうところもあるんで、やってみないとわからないっていうのは正直あるけれど、軸っていうのはぶらさない方が、やっぱりいいのかなとは思います。ただ神戸みたいに攻撃的に行こうよって言ってたものが守備的になって劇的に変わる可能性もあるんで、まあ、能力の高い選手だったら落とし込みも早いでしょうし、逆に能力低い選手はこう落とし込むのに時間がかかるんで、そこをどうやって、まあ、チームの中でしていくかっていう、こう課題とかはシーズン途中に出てくる可能性はある。代表招集とかされたりしても結構影響あったりしますかね。 J1 になるとその間は休みになるんで、リーグがね、その面では J1 である時はリーグは休みなんだけど選手はしんどい。代表選手ってもういつもしんどいからみんながリーグ休んでる時に試合するだけだから、だからもう代表選手はそれ宿命っていうか、はい、強いチームの宿命っていうか、そのためにじゃあ補強するとか、選手を育てるとか、まあ、それをチームが考えてるかどうか、っていうことになるんで、選手はもう当たり前かな。なるほど。強ければ強いほどしんどいし、はい、代表なればなるほど活動は増えるし、その分経験や、ね、成長っていうのは評価が上がるんで、望んでること、なんじゃないかなと思います。ジュビロの J リーグ時代の時、年間通してなんかどういう戦い方をしてたというか、ピークが最初じゃないっていうことかな。個人的なコンディションっていうことも1年間通して怪我をしないっていうのはまあ大前提ではあるけども、最初にピーク持ってて無理してそのピークを続けるかっていうとやっぱ1年持たないんで、ピークを徐々に上げながら夏以降からどうしていくかっていうのをこうある程度決めてるのね。だから休む期間を作ってこう何をしながらも徐々に良くなっていくっていう、こういうコンディションの作り方をしていくんですけど、このシーズンの休みは取って、でリラックスした後にまたこう次のシーズンのためにまた走り込みとか筋トレとかまた作り直す、これを維持していくっていうのは大変で、やっぱり一回休ませなきゃいけない。このシーズンの最初の休ませることとやっぱ作ることっていうのをしっかりできていれば1年間をある程度調整しやすい、まあ、そこにね代表だったら休む期間がないですよとか、なかなか鍛える期間がないですよ、鍛えるってことは疲れ溜めるわけだから、とか筋トレしても筋肉を痛めるわけだから、それを回復させる期間もいるわけでしょ、そういうのはやっぱシーズンが過密にってなるとそれできないんで、ピリピリした中でっていうのおかしいけど、張り詰めた中で戦っていくっていうのは精神的にもきついし、それを1年通してどうできるかっていうのがやっぱシーズン通しての戦い方になると、でそれをチームとしてみんながみんなできるわけじゃないから、いきなり怪我する人もいれば、いきなり調子を落とす人もいれば、いきなり調子上がる人もいれば、いうのを全体的にメンバーを変えながら、岩田でいうと横内さん監督がこの選手とこの選手をトップで入れ替えながら使おうかなとか、
うん、サイドの選手を速い選手とか上手い選手とやりくりしながらコンビネーションでやろうかなと、うん、なんかそれを全体的にアップさせながらっていうことをしていかなきゃいけないので、選手たちのコミュニケーションっていうのは非常に大事で、コンビネーションっていうことでは新しい選手が入ってどうなの、これシーズン通していくと最後の方はねある程度合ってくるのよ。へ、誰が出てもこんな感じだよね、この人に合わせてこうするよね。だけど最初ってなかなか合わないことも多いんで、うん、こういろいろ変わった中で合わせていくっていうのは非常にこう難しくなるかな。この選手は強い選手をね補強して変えれば変えるほどもちろん強くはなるけど、うん、コンビネーション的にはやってきてないものがいきなり来るからチームとしての力が発揮できないっていうこともあるからね、うん、町田はある意味19人ぐらいかな J3 から J2 で変えてあれだけの結果を残したっていうのは早めに落とし込まれて、エリキがいなくなって低迷した部分があるにしてもやっぱ守備っていうところを植え付けてたので、うん、こう大崩れはしなかった。うん、ただやっぱ点取れないことで引き分けになったりとかね、うん、取られてしまってそれを守りきられて負けてしまうとか、うん、まあ、そういう面はあったにしても大きな大崩れはなかったっていうのがやっぱ大きな要因でもあるんで、うん、チームとしてどうやって軸っていうものを積み重ねてきたのかっていうのは差は出てくるかな、こう徐々に。それこそ福西さんの時って黄金時代とか言われたりとかもしたし、うん、もういろんな補強の選手が変わったりとかしていったりとかもしつつ、うん、適応力とか順応力があったからこそ日本代表になってもすぐにチームにヒットしていったりとか、うん、適応できたっていうところもあったんですか。まあ、能力高い選手だと適応ね、さっきも言った適応能力はやっぱ早い。代表に入ってもじゃあ代表の監督のこのサッカーをするだったら早くなる、うん、当時のジュビロっていうのはずっと強かったわけでもなくてなかなか勝てなかった時代にみんながそれぞれ入ってきた、その選手たちがある程度揃った時に徐々に力を発揮し始めたと。中期的に常にやっぱり新人の選手がここ一個ずつ入りながらっていうか、うん、でその選手がもう成長して、まあ、一つの形になってあの時代っていうのができたから、うん、大きく人の入れ替わりはなかった。そこに補強ね、もちろん文化が来ましたとか、うん、他の外国人が来ましたとかっていうのでもともとねワネンブルクが好きだっちとかこうすごい選手たちがいたチームに日本人だったんだけど、それが徐々にやっぱ日本人が成長したからそこにプラス外国人補強の外国人っていう風になったんで、うん、ある意味その日本人の人たちが主になれたからあもう大崩れしないっていうのは当たり前だし、落とし込むことが少ないというか相手がどうしてくれるから俺たちこうしようねっていうのがもう作り上げられてた、うん、なので、まあ、強かったね。でもやっぱりそういう人たちが今度ね徐々にそうやって黄金期が終わって変わっていくと、うん、チームもやっぱり変わっていく行ったんで、その選手たちがいる以上他の人たちが出れない、世代交代っていうのが今度はうまくいかない、うん、この期間はいいよ、もちろんもう絶頂期だしみんなでやってたから、うん、でもこの人たちがどんどん衰えてきたりとか移籍した時に次の人たちがやっぱ成長してないから入れ替えられないっていうか、どん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 レベルが下がっていくっていう、そこをどう捉えますかっていうことなので、うん、次のシーズン2024年シーズンも戦っていますとか残留します、うん、優勝しますっていうのはもちろんチームのねその人数が決まって編成が決まってその中で戦うんだけど、来年再来年チームとしてどうしますか考えとかないと、それは監督含めてね、次の年も監督にしてもらおうと思ってるんでこの若い選手もちょっと育ててくださいねっていうのもあるわけ。この選手たちが育ったら3年後4年後は強くなるよねっていう風にするのか、今の現状でこうしてくださいっていうのかでまた見方は変わる。だから若い選手が多い東京ヴェルディとかは楽しみだし、今度はベテランの人たちに支えられてるチームっていうのは今後どうなっていくの、神戸とか特にそうかな、ベテランの選手が能力高くてここまで行ったけど、その人たちがどんどんじゃあ来年も再来年もってもうトップレベルでできるかっていうと、まあ、難しいことではあるんで、そこをどうやってチーム的に見ていくのかなっていう風な見方もしてもみんな面白いかも。若い選手やっぱ出てきてるんで、うん、J リーグも面白いっていうのはあるけれども、若いうちから今海外に出ていってるっていうのがあるから、海外に出て選手の分違う選手が成長すればいい。確かにチームがこの選手を使い続けてるなっていうとチームとか監督がやっぱ期待してるっていうことだし、そういうのを見ていくのもまあ面白くはなるかな。 J リーグをじゃあ休むのか逆に言うとやるのかっていう議論、選手は軸でいいんじゃないか。